皆さんはじめましての方もそうでない方も、マッハ前回ゴーレット SB 総介役を演じました福原敦さんです。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。妊婦世代ハリケンジャーハリケンレッド、そして10周年ではブラックを演じました白井俊です。よろしくお願いします。16年前ですよ。2人の慣れ初めですね。まあ、本当に多分僕がハリケンジャーとかバッチリとか終わったぐらいの時に、はい、たまたま友人のタレントの子とかと食事をする機会があって、でそれで渋谷でご飯食べてた時に、紹介したい人がいるって言われてできて、まだなんか役者あれはね、ノブタのプロデュースってドラマだけ出てた。出てたぐらいか。だからこれからが頑張っていくみたいな役者で紹介されて、ハリケンジャー見てましたって。で、シュークみたいになりたいんですけど、どうしたらいいですかっていうのを言ってもらって、僕最初会った時に、多分もうファン側だったんで、うわ、ハリケンレッドじゃんみたいな、こう、ハリケンレッドがいるみたいな感じで、引き方もさっきみたいな、そんな丁寧じゃなくて、どうやったらヒーローになれるんですかみたいな感じで聞いたんですよ、恐らく。そうそしたら、この人、本当にあまり上下関係ないんで、失礼な人は。いやいや、そんなことないじゃん。で、そしたら、シュークが、熱い人なんで、いや、絶対なれるから。お前が諦めたから絶対なれるから諦めんなよみたいな、こう、もうヒーローじゃないですか。それから4回落ちたんだね。4回くらい落ちましたね。だから冒険とか激励も受けてるんで僕は。あ、そうだよ、ね、追加選手だったりとか。そっから5回目で受かって、はい、でそれをなんか報告受けたから僕は僕ですごい嬉しくて、ある意味弟みたいな。だから多分本当に僕、はい、いろんな戦隊の方と絡んでるんですけど、まあ、そういう意味ではその戦隊絡みはまだしたことはないけどね。そうなんですよ。だからここなんかめちゃくちゃコラボできそうじゃないですか、正直。そうそう、いやいや、ね、本当ですよ。だって20周年 で、でしかも僕たちも今回15周年 で多分シュン君たちがいなかったら僕たちのテンイヤーズとかもなかったわけで、だからそういった意味では発起人のね部分もあったりもするし、俺からするとヒーローのね始まりの人でもあったりもするんで、だからいつかねちょっとコラボできたらなっていうふうにはちょっと思ったりとかしてます。近々お願いしたいと思います。ハリケンジャーもう当時10周年ある時も全員から無理だって言われて、僕はそもそも戦隊中に来年2やりたいってめちゃくちゃなこと言い出して、それはありえないっていうふうに否定されながらも、震災の時に東北の震災ってゴーカイジャーの出演がオファーが来て、すごく今嬉しい時期でぜひやりたいと盛り上げたいっていう話を震災したら、多分その豪快じゃ流れの中で全員が出てくるっていうのは、まあハリケーンだけですけど、ハリケーン3人で出たっていうのは多分最初になって、その時のバスの中で、まあ、僕が東部で感じてきた話とか、絶対無理かもしれないと2人は思ってるんですけど、俺はまたやりたいっていう話をして、やろうよって言ってたら、その場では否定するんですけど、多分ちょっと心の中で火がついてくる、いろいろ俺がいないところで覚えてくれて、あの企画になったっていうのがあるんで。ハリケンジャーって結構その戦隊の中でも多分割と最初の方にほぼ全戦隊の先輩が集まってきた回で、ハリケンジャーと主演が出てたんで、だからやっぱ西岡のリュウちゃんとか、みんな各レッドの人とか、まあ、いろんな方が直美さんとかも含めて出られた時に、やっぱり現役の戦隊っていいなとか、お前ら羨ましいよっていう声を1年間かけてずっともらってたんですよ。だから僕らからしたら、僕らがまた有名な人出ちゃうんで、はい、なんか美味しいとこ常に持ってくれてたいうような感じもあったんですけど、でも逆にそうやって、はい、いろんな先輩の人が現役を終えた後もやっぱり愛情を持ってたりとか、俺らもやりたいんだよっていう思いをずっと1年間自分たちの芝居もしながらもだけど、先輩からいろんなエネルギーもらってたんで、そういう気持ちもあったんで、はい、どうしてもリバイバルしたいっていうのがあったんですね。なんかね、やっぱり面白いよね、今のドンブラダンス。みんなキャラクターめっちゃ面白くて、ドンブラダンスめちゃめちゃ下手でしたね、中君。あれだって、そんなことしないってめちゃめちゃ下手でしたね、俺。お前も結構、お前、ゴーちゃん見たけど、今日どうするから、結構なんかいや、ダンス俺も苦手なんですよ。恥ずかしい感じだったじゃん。いや、やめてください、恥ずかしい。俺らのハリケンジャーの劇場の時に踊り出して、それが多分、仙台史上踊り始めなんか、あ、そうなの、あの時も突然、映画の終わりに、なんか監督に呼び出されて、
シュラ多分一番できなそうだからこのダンスを振り付けの女性と一緒に練習しなさいって言われて何をですかって言ったら踊るんだよって言われて確かにエンディングかな、はいはい、みんなで振り付けて踊ったっていうのはすごく人気だったんで、はいはい、僕らの次のアバレンジャーぐらいからなんかこうアバレダンスみたいなのができたんです。そうなん、結構だからそういう意味でもいろんなパイオニアだったんです。そうですね、すごいね。あれはさ、中入ってるの誰かな。あ、須田さんまで俺だよ。嘘っしょ俺だよ豪快まで、両手までだろ。そうか、豪快、福さん。あ、そうだ、だから豪快の時に多分俺ら側が福さんじゃなかったからちょっとやきもちがいた。いや、そう、だから分かる、それ俺も激連とやった時に福さんが俺の方入ってくれなくて、なんで俺の方入ってくれないんだって言ったらそしたら、いや、ジャンでやり残したことがあるって言われてマジかみたいな、超悔しかった。うまいよね、毎年言われるんだって。うまいと思いますよ。僕石川県生まれなんですね、うん、金沢、東京、京都、大阪、京都、東京って来て、はい、で京都に住んだ時に3日間だけ決めて、うん、最後にこう芸能をアプローチしてダメだったらアメリカ行くか起業するかって考えたんです、はい、その3日間でスターズという事務所に決まって、うん、今度はここでも制約を自分で決めてこの1年間の中でデビューできなかったらアメリカに行くって言って、はい、その時またチケットを持っておってたんです。そこまで、で結構自分の中でこうリミットを決めてやるのが好きな人で、スターダストの中でも歴代に1位ぐらい事務所に来るタレントだったんですよ。しかも仕事も別にまだないじゃないですか。売れてない人の中で、うん、毎日事務所行く人なんかいなかったんで、事務所の中の人が全員僕のことを覚えてたんですよ、はいはい、でその時柴咲コウのマネージャーやってたポンちゃんに、全体のオーディションあるけど行くって言われて、僕としては、うん、もうある意味最初で最後のオーディションかなと思ったんで、絶対やりますって、はいはい、それで行った時に、うん、もうすでに4時だったんです。でその時ね、後から聞いたんですけど、不思議なんだけど、そんな4時から差し込めるんだ。そう、差し込めるんじゃなくて、うん、あの他の、まあ、名簿者はちょっとついてたらしいんですけど、はい、レッドっぽいはいない。なんで緊急に各事務所さんにレッドっぽい人、うん、だから懐かしい人だと思うんですけど、を募集してたら、たまたま僕が多分その稽古場で懐かしい芝居してたんですよね。そこで、あのチェックどうって言われたんで、やりますって言って、いつですかって言ったら、明日行きますかって言って、行きます行ったらいきなり東映の本社で、まだなんか19歳とか18歳ぐらいで、なんか分からないですか、オーディションなんだって、今それが4時なのかも分かんないんで、とりあえず目の前にすごいなんか偉そうな人5人ぐらいいて、なんか君はどんな人なんですかみたいなこと言われたんで、他の人5分ぐらいで終わるんですけど、30分ぐらい僕がバーって喋ったんですよ。こういう人生があって僕はもうアメリカに行く準備をしてて、今最後だと思ってるんで、皆さんにこの塩谷俊がこの戦隊だってどんなあの役を届けるか見ていただきたい、ぜひ選んでくださいみたいなことを言ったら、もうあの賛否はあったらしいんですけど、みんなの中で小塚さんとか書き込みは塩谷って書いてたらしく、そこでほぼ一発でバンと決まって、うん、まあといってもそのレッドに決まったというよりかは、その後に最終オーディションで、今までずっと何百人何人って受けてきた人の中の最後の調整を、こういうの今度は撮影所の方で、裕次郎とノブとあと何人かがいて、でそれぐるぐる回るんですよ、だから最初僕が例えばレッドだったけど、次の宮瀬の時にはなんかこの役やってって言われた時に、ひょっとしたらなんか降格するかもしれないっていうこととか、はい、予感がありました。予感が何回も何回もやるんです、だけどその間にだんだんこのカブトとクワガタマル、カブトマルとクワガタマルって名前だったんですよ、最初、それがあのユージロとノブになってたんで、あ、この二人はなんかそういうお兄さんみたいなところでほぼ決まりだろうなと思って、あとはもう僕と浩平 の取り合いみたいな、あ、そうだったんだ。そういやー聞いてもらった。もともとのハリケンジャーのタイトル知ってる人います？ニンニンジャー、ニンニンジャー。それは違うだろう。ニンニンジャー、ハリケンジャーは、忍者マンだったんですか？忍者マンだと。でもすごいダサいと思って、確かガオレンジャーもガオガオが丸みたいな、それなんで、でも仮タイトルすごいダサいんですよ、びっくりするぐらい。だけど台本はもうちょっとなんか高度テクノロジー忍者社会みたいな、科学忍者みたいな感じだったんですよね、結構最初正統派のレッドで、まあ小川さんとかやりそうな正統派なレッドっぽい脚本で、僕もそんな感じで合わせたんですけど、僕最年少レッドだったんですよ、当時。ただ本当挑戦的で、初めて19歳が
レッドになるっていうのがあったんで、逆に言うと成長物語になって、最初に見てた台本、まあ多分最終話を見てたんです僕ら、はいはい、なんでそれからすると多分1話ってすごい違うじゃないですか、これが最後の。だから僕も最初見た時に俺の芝居が下手くそすぎてこんな台本になったのかと思ってちょっとショックを受けて、それぐらい最初ね書き食ったり落ちこぼれ忍者で、すごい全体をイメージしてきたら、はい、なんかめっちゃ落ちこぼれ出て、しかもなんか美味しいとこ全部ゴーライジャー持ってかれて、確かに どういうことなんだこれだと思って、出方ずるいよねゴーライジャー持ってそう最初に。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。